あのまま牢屋の中にいた方が良かったってことですか？ある側面においてはね。知らなくてもいいことというのは心を許した友との間にもあるものだ。知らなくてもいいことって、ラナちゃんが魂を食べられようとしている理由？ハム、理由とも言えるが文脈、それら全てとも言える。早い話、どうすることもできないってことさ。打つ手がない。打つ手がないって、それじゃどうして？だから言ったでしょ、こいつは嫌なやつなのさ。おい、そんなこと言うなよ。だが、間違いではない。おいおい、お前まで。どうせあれでしょ、何もできずに絶望するあの子の顔でも見たかったんでしょ。悪の親玉みたいに言うじゃん。だが、間違いではない。いいや、間違いだよ、私、火の神だもん。胸張って言うよ、間違いだよ。それに、気まぐれというのも嘘ではないさ。ただ、ただ人間が抱えている決定的な矛盾に君たちはどう向き合うのか、神としていささか興味があるだけだ。君たち人間はアリの巣を人為的に作り、それを観察することがあるだろう。まるで神の視点で、それに似た感情さ。人間が抱えている決定的な矛盾、もしかして私たちがいつまで経っても高校2年生であるっていう。そんなことではない。そんなことではない。一言で言うなら、全ての人の願いを同時に叶えることはできないということだ。ハム、君たち人間にも理解できるよう説明してやろう。あるところに恋に悩める少女ジェシカというものがいたとする。まさか妙名。そのものは田中というものと結ばれたいと願っていた。我慢できないから言っちゃうけど、神様、私と同じぐらい下手ですよ。ところが一方、その田中は中島というものと結ばれることを願っていた。私と同じぐらい下手とか言ってすみませんでした。さて、ここで問いたい。仮に両者がその思いを乗せ神に祈ったとして、それは叶えられると思うか？いえ。それはなぜだ？それはどっちかの願いを叶えたら、どっちかの願いは叶わなくなっちゃうから。まさにその通り。これは神であっても不可能な事象だ。いや、もっと厳密に言えば、実際的にその思いを叶えることは簡単だ。なぜなら、ジェシカは田中と結ばれればいいし、田中は中島とも結ばれればいいだけだからな。だが、それだと人間は納得しない。違うか？まあ、それじゃ二股的なやつになっちゃいますし。そう、つまるところ人間は不完全なんだ。不完全？法や道徳、低層観念、個人の価値観に信仰心、多様性だなんだとほざくものの、必ずその中にははぐれ者を作る。枠から外れたはぐれ者をな。法を破れば犯罪者、道徳に欠ければ非常識、不貞を働けば下道と化す。人それぞれみんな違ってみんないい。それらは上知るだけの意味のない言葉たちだ。信仰心によって争い、信仰心によって他者を傷つけたとしても、信仰心によってそれらを肯定する。そうして傷つけられたはぐれ者たちは入っていないのか？みんなの中にはいないのか？多様性としては認めないのか？それは私はある意味真の多様性を体現しているだけなのだよ、神として。不思議には思わなかったか？鬼がこの世界に入り込んだことも、人間の魂を喰らっていることも全て知りながら、なぜ私がそれを放っておいたのか。それ実はちょっと思ってました。魂を喰らう地獄の鬼なんて、この世界に入ってきた時点で神様が追い出してくれればよかったに。それは違うぞ、メガネのもの。え？逆だ。神だから鬼を野放しにしているのだ。どういうことですか？考えてもみろ。鬼は本能のままに動いているだけだ。それの一体何が悪い？この世界は私の作った神の世界。無論人間の法など通用しない。すなわち鬼は何も悪いことはしていないということだ。それはそうかもですけど、この話と私たちの抱えている決定的な矛盾、どう関係があるんですか？まだわからないか？君たちは自らの善で動き、他者のためを思い行動しているつもりだろう。少なくとも金色の髪のものはそうではなかったか？みずきちゃんは間違いなくそうですね。ラナさんのことを思って、ラナさんを助けるために今向かっているわけで。だがしかし、果たして本当にそれは他者のためか？ラナ、
か、瑞希。ラナ。どうやって、まあそんなことどうでもいいか。なんか聞いた感じ？ラナ。ラナ、ラナって何？ラナしか言えなくなっちゃったの？ラナ。うち。あの者が助けてほしいと、魂を食われるのを阻止してほしいと、そう君たちに言ったか？いえ。言っていないのになぜ望んでいるとわかる？つまりそう、自分の望む幸せと他者の望む幸せは必ずしも一致しないということだ。それが私たちの抱えている決定的な矛盾。そうだ。それってつまりラナちゃんは、ああ、あの者は魂を、いや、君たちの言葉で表現すれば、あの者は自ら望んで死のうとしているのだ。待って、もし止めに来たとかなら意味ないかんね。瑞希がどこまで知ってんのかわからんけど、うちは自分でしたくてしてるの。わかってる。ん？ラナは人の言うことなんて聞かない。たとえ誰かに命令されたって、脅されたって、そんなの聞かない。そういう人だもん。自分で選んでそうしてるのくらいわかってる。あっそう。じゃあ何しに来たの？言いたいことがある。あの者は半年ほど前、招かれし者としてこの世界に来た。そして鬼と出会い、魂の契約をしたのだ。魂を食わせるという契約を。それからあの者は50日間滞在しては少しずつ魂を怪我していった。この世界を作った私が言うのもなんだが、ここは滞在するのには向いていない場所だ。何せ居心地のいい空間として作っていないのでな。それを一度下界へ戻ってから7日間待ち、わざわざ戻ってくるなど、魂を食われようとする者しかいない。要するに逃げようと思えばいつでも逃げられたのだ。鬼は何も強制的に力ずくで魂を食らおうとしているわけではない。なんかこうやって話を聞いてると鬼がよくわからなくなる。なんで鬼は、あのおばさんは私たちにあんな優しかったんだ。それも解釈の違いで、何も鬼は優しくしたわけではないさ。それじゃなんで、自分に害を及ぼすものでもなく、かといって利益をもたらすものでもない君たちには興味がなかったのさ。幼き者には汚れの池の水をいくら飲ませても意味がないからね。君たちは対象外。ああ、なんか言ってたな、対象外。私たちが小さくなってたから、そういうことか。魂を食らうことのできない君たちは鬼にとってはただの邪魔者だ。しかし鬼には酒場の天使というこの世界での立場がある。それを崩すわけにはいかなかった。君たちには見えていないが、町中、なんならこの酒場内にも対象者はたくさんいる。その者たちの最初の信用を得なければ魂の契約だって結べないからな。だから追い払おうにも追い払えなかった。それもそうだけど、この世界はもとより自らの意思でしか帰ることができないのさ。厳密には招かれざる者の君たちは少しだけ違うが。ってことは鬼は私たちをこの世界に飽きさせて自分から帰りたいって思わせたかったってことですよね。そうなるな。道理でぼんやりあった違和感が今解消されて。と言いますと、なんかこれってわけじゃないんだけど、ぼんやりなんとなく遊戯場のことが気になってたの。あの時おばさんはこの世界で唯一楽しめる場所って言って遊戯場を教えてくれたでしょ。でいざ行ってみて、まあいろいろ変な展開にはなったけど、私たち的には楽しかった。そうですな。そこで思ったの、なんでわざわざ唯一のなんて言い方をしたんだろうって。そのままの意味で受け取れば、そこ以外この世界でやることなんてないよってことだと思うんだけど、だったらなんで好きなだけ言っていいとか、なんなら泊まってもいいとか、そんなこと言うんだろうって。それこそ矛盾まではいかないけど違和感、なんか変だなと思ってたの。なるほどですな。でもこれで分かった。鬼は他の人の目を気にしつつ、私たちに帰りたいって思わせるために唯一の楽しめる場所って言ったの。間違いではない。が、それだけではない。え？言っただろ。鬼の今の姿は遊戯場の本から抜き出した仮初めの姿だと。はい。だが、魂を食らう際には元の姿に戻らなければいけないのだ。遊戯場は鬼にとって魂を食らう場所でもあるってことさ。遊戯場の地下に鬼は秘密の部屋を用意した。だか
そういうことだ。そして鬼は今そこで待っている。あの者の魂の汚れがたまりやってくるの。その前に瑞希ちゃんがラナちゃんを止められるのかってことか。大丈夫か？ハム、まだ止められると。止めたいと思っているのか？あの者が自ら死を望んでいると知ってもなお。そりゃそうですよ。だって絶対そう思うのには何か理由があるはずだし、それは私たちじゃ関係性もないからあれかもだけど、瑞希ちゃんとだったらちゃんと話せば。仕方ない、君たちには見せてやるか、あの者がそれを望んだ理由を。え、でもさっき瑞希ちゃんが理由を聞いた時は本人に聞けって。金色の髪のものはな。だが君たちは今ここにいる。今ここで理由を知ったところで何も変わらないさ。見るがいい、あの者の真実を。今の、あの者の人生だ。それを見た上で改めて聞こう。止められると思うか、助けられると思うか、胸を張って生きろと、そう言えるか。これは本当にどうしようもないのかもしれない。何言いたいことって？その前にまず聞きたい。どうしてもやめられないの？死ぬのもってこと？なんだよ、やっぱ止めに来てんじゃん。簡単に言わないでよ。こちとら貯金するみたいにコツコツこの水飲んで魂汚くしてきたんだからさ。でもやっぱり、そもそもさ、どうして死んじゃいけないの？今日も動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ついに物語は佳境へ。また次の動画で。